自分から鍵を開けたとは考えられないよ。そうです、その通りだと思います。彼女が怯えていたこと自体が嘘だったとしたら、どういうことだキリギリさん。何言ってんだよ、どうして彼女がそんな嘘を。そうだそうだ、苗木君にとっては考えたくない可能性でしょう。え、う、え、あ、え、そういうこと。これを見てもまだそう言える。二人きりで話したいことがあります。5分後に私の部屋に来てください。部屋を間違えないようにちゃんと部屋のネームプレートを確認してくださいね。ある場所に置いてあったメモ帳の、どこに置いてあったんだよそんなメモ帳。鉛筆でこすってこんな字が浮かび上がった。ああ、犯人の部屋にあるのか。ドラムで見たことあるよ。メモ帳の下のページに残された筆圧を鉛筆でこすって浮かび上がらせるんだよね。勝手に入ったんか前園さん他の部屋に。ダメだよそんなことした時。した時ってなんだろう。古い手法だけど意外と古典も役に立つものね。はい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 。ちなみにこのメモ帳が置いてあったのは苗木くんの部屋のデスクの上。私の部屋。つまりこのメモを受験前に残せたのは苗木くんの部屋に入ったことのある人物だけ。誰かいたっけ。石丸。部屋の持ち主である苗木か、昨晩だけ部屋を交換していたという舞園。書いた後にメモを他の人に渡したのか。違うけど。そうでしょうね。このメモに。そうね、前園さやかってめっちゃ書いてあるね。前園さんが書いた。でもどうして彼女がそんなメモを。彼女はある人物を呼び出そうとしていた。そこでこのメモを使ったんじゃないかしら。このメモを部屋のドアの隙間から入れることで。うんうん、その人物をこっそり呼び出そうとした。いやー、前園さんに呼び出されたら行っちゃいますよでしょ。そのアイドルにそんな風に誘われた日には大事な思考ですよ。僕は二次元限定なんで関係ありませんがね。かっこつけおった。そのメモで呼び出された人物なんて本当に存在するのでしょうか。と言いますと、存在するとしてもその人物が事件に関係しているとは思えませんわ。あ、どうして。どうして聞いていただけますか。あ、聞いてやろう。ではお話しして差し上げましょう。はいはい。おお、ここからまた言霊を投げなきゃいけないや。個室のネームプレート。前園さんと苗木くんは部屋を交換しているんですね。はい、してました、してました。それは事実です。そのメモの呼び出し先には私の部屋とありますわよ。そうですね。そっか、そのメモで呼び出されたらその人は前園さんの部屋に行っちゃうんだ。行っちゃいますね。苗木くんがいた前園さんの部屋にです。苗木くんがいた前園さんの部屋に。つまり呼び出された人物がいたとしても、うん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 、事件とは関係ないはずですわ。なるほど、確かにそうかもしれんな。あ、終わった。私の部屋と書かれたメモを受け取ったにもかかわらずその人物が前園さんがいる僕の部屋に来た。それで前園さんと僕の部屋で入れ替えられてた例のもののことなんじゃ。ネームプレートですね。前園さんと苗木君は、はい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 。ああ、違う違う違う、こっちか。ですが、その私の部屋とあり、そうか。はい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 。その人は、ま、苗木君がいた前園さんの部屋です。あ、これ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 。これ違う。ネームプレートが変わってたんだ。僕の部屋と前園さんの部屋は、ネームプレートが交換されてたんだよ。誰がそんなことしたんだ。そう、部屋の交換と同じようにね。そのせいで苗木くんがいた前園さんの部屋は苗木誠のネームプレートになり、前園さんがいた苗木くんの部屋は前園さやかのネームプレートになっていた。部屋交換全く意味ないやん。つまり前園さやかのネームプレートの部屋には本当に前園がいたということか、うん、じゃあそのメモの通りに行動しても前園さんがいる苗木くんの部屋には行けたんだね。うんうんうん、しかも二人の部屋は隣同士。そう、あ、そうね。違いすぎると。まあまあ。それをやったのは誰なのかしらね。もちろん苗木くんじゃない。そんなことするわけないじゃないですか。うん、そんなことしたらだって。そんじゃ誰がやったっつんだよ。そうだね。当然の疑問でしょう。ネームプレートの交換が可能だった人物、それはあの人しかいない。僕以外に部屋の交換をしていたあの人、前園さやかだな。これだ。そもそも部屋の交換を知ってたのは僕と前園さんだけなんだ。だから前園さんがやったんか。ネームプレートの交換ができたのは僕以外には
前園さんしかいないはずだよ。はいはい、そのことは彼女が残したメモの文面からも推測できるわね。そうね。はい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 。部屋を間違えないようにちゃんと部屋のネームプレートを確認してくださいね。彼女は呼び出した人物に対して部屋のネームプレートを確認しろと言っている、はいはい、ネームプレートの入れ替えを知っていなければ書けない言葉よ。そうね。でもどうして前園さんはネームプレートの交換なんかをしたの？やっぱ山田の言った通り、部屋の交換を隠してこう招き入れたんかね。自分のいる部屋に人を呼びたかったからよ。うんうんうん。え？部屋の交換を隠した上で人を呼ぶってそんなことして何の意味があんの？ほうほう、言ってやってください、キリギリさん。知るためには彼女がその人物を部屋に招き入れた後、そこで何が起きたか、そこで何が起きたのかを知る必要があるわ。はは、答えはそこにあるはずだから。はいはい。その後に起きたことか。おそらく前園君に呼び出された人物がそこで彼女に襲いかかり。はあ、ははあ。なんと犯人が判明してしまったぞ。呼び出された人物が犯人なのだ。誰だお前ら、呼び出されたのは。誰かが問題なんだろうが。あの部屋では最初に前園さんと犯人の争いがあったのですよね。はい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 。もしやそこでの争いの中に先ほどの問いの答えがあるのではないですか？ええ、その通りよ。キリギリさん、どこまで分かっとるの？そこでどんな争いがあったのかをはっきりさせればいいんだね。はいはい。そういえばあの現場には模擬刀が落ちていたな。あれはそうだね、壁にめちゃくちゃ傷跡とかあったもんな。そういや、あれって何なんだ？護身用だよ。前園さんに勧められて僕が護身用に持って帰ったものなんだけど、はいはい、きっと犯人はあの模擬刀で前園さんの右手首を骨折させたんだよ。なんで？前園の骨折が模擬刀のせいって、なんでそんなことがわかんの？いや、それはわかん、金箔ついてたもん。はい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 。金箔金箔よいしょ。はいよ、これだ。それは骨折した前園さんの右手首を見ればわかるはずだよ。右手首の腫れている部分に何かキラキラしたものがついてた。金箔ですよ。もしかして金箔？はい、そうです。あの模擬刀の金箔だよ。あの金箔って少し触っただけでもすぐ手についちゃうんだけど、誰が何のために作ったんやろうな。それが前園さんの手首についてたってことはさ、うん、そうか、そこに模擬刀の打撃を受けたからだな。そうですね、石丸くん。なるほどなるほど、真相に近づいてきた気がしますな。え？よっしゃ、じゃあ一気に謎を解くね。どうした、葉隠れ急に。あの部屋で起きたことの一部始終を解明してやるって。やる気出してきたよ。あの部屋で起きたことか。前園さんの死の真相を突き止めるためにもまずはそれを明らかにしないとな。あ、まだ議論ありますか？あ、補足説明ありますか？そろそろノンストップ議論にも慣れていただけたでしょうか？次の議論からは複数の言霊をシリンダーに装填させていただきます。ですが、ウィークポイント同様、議論を論破できる言霊はその中に一つだけ。つまり、ここからは、議論を論破できるウィークポイントと言霊の組み合わせを推理していただくことになります。その組み合わせが間違ったものであれば、発言力ゲージにダメージを受けてしまいます。言霊シリンダーにセットされている言霊は L ボタン。L ボタンで、L ボタンをちょんと押していただくことで、順送りに言霊をご変更いただけます。L ボタンを押し続けることで、L スティック、いただくと L スティックで選んで言霊をご変更いただけます。推理難易度が緩やか以下ですと言霊の装填数が少なくなりますが、今回の議論だけは推理難易度1割と同様の装填数にさせていただきます。はあ、ははあ、今回だけ？なんで？まあいいか。はい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 。わ、金箔の模擬刀の鞘と抜き身と包丁セット。はい。あの部屋で争いが始まった際に、ちょっと待って、 L スティック、犯人は模擬刀を手にしたんだ。ああ、変わった変わった。そこで最初の一撃が繰り出されたんだ。ちょっと待って、模擬刀の先制攻撃だべ。ちょっと待って、そこで前園さんは骨折してしまったのですな。あはあはあ、慌てて応戦をしようとしたあいつは抜き身さや、隠し持ってた包丁を取り出したものに、隠し持ってた包丁、違う、それすらも犯人に奪われちゃって。待って、そして犯人に殺されてしまった。待って、うん、これがあの部屋で起きた一部始終だべ。ごめんみんな。会話が頭に入ってこなかった。最初に麦刀で襲いかかったなら麦刀のあの部分に傷がついてるのおかしいよな。ああ、麦刀の鞘か。鞘に傷ついてたっつってたな。犯人は麦刀を手にしたんだ。
そこで最初の一撃が繰り出されたんだ。じゃあ先制攻撃だべ。俺が違うで。よいしょ。最初に模擬刀の一撃があったとは考えられないんじゃないかな。そうっすね。なんでだ。模擬刀の鞘にある傷だよ。ほら、刃物で切りつけられたみたいな傷があるでしょ。見える？刃物って包丁だよね。現場にあった刃物って包丁だけだし。犯人が模擬刀で応戦したか。最初に模擬刀の攻撃があったとすると、鞘に包丁の傷があったことの説明がつかないんだよ、うんうん、だって模擬刀で襲いかかるなら刀を鞘から抜くはずだよね。はい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 。鞘をつけたままなんと重くて邪魔なだけだし、威力も半分だろうからな、うんうんうん、いやどうして鞘に傷が。例えばいきなり包丁で襲われ、とっさの防御として模擬刀で受けたとしたら、はい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 、刀を鞘から抜く暇なんてないのね。そうですね。つまり最初に模擬刀が使われたのは包丁の攻撃に対する防御のためだ。ああ、包丁の先制攻撃だべ。ということは先に襲いかかったのは包丁を持った人物だったのですな。はいはい。でもそれってでも前園さんだよな。犯人はあの部屋を訪れた直後、そこに隠してあった包丁を見つける。え、あその包丁でいきなり前園君に襲いかかったのだ。そっち。彼女はとっさに模擬刀で応戦したが、その模擬刀すらも奪い取られてしまい、そして模擬刀の一撃で骨折させられた。包丁も模擬刀を奪い取られたの？包丁で。いいえ、模擬刀で応戦したのが舞園さんだとは考えられないわ。金箔ついてないもんな、手のひらに。舞園さんは模擬刀を手にしていない。うんうんうん。それは彼女の体のある部分を見ればわかるはずよ。そうですね、手のひらには。手のひら、手のひら。これだ。それって前園さんの手のひらだよね。金箔ついてなかった。彼女の手のひらって綺麗なままだったし、模擬刀を手にしたとは思えないよね。どうして手のひらを見ただけでそんなことがわかるの。ほらほら、金箔つくって言ったじゃん。あの模擬刀の金箔って、はい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 、ちょっと触っただけでもすぐ手についちゃうんだよ。実際模擬刀の柄の部分は塗装がかなり剥がれていたでしょ。きっとあの模擬刀を使った人の手に金箔がついちゃったせいだ。金箔洗い流したんかな。犯人は彼女の手が綺麗なままなのもおかしいんだ。うんうんうん。シャワールームに逃げ込んだ時に洗い流したのかもしれない。犯人に追われてんのに。それはないよ。どうして言い切れるのよ。私が留守だから。どういうことよ。いや、そうじゃなくて。さあ、考えられない証拠。高速にもあった決まりは水が出ないんだよな。モノクマファイルによると、前園さんの死亡時刻は午前1時半頃だったはずだ、はい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 、つまり夜時間。シャワールームの水は出ないはずでしょ、うん、知らなかったわ。シャワーなんて一度も浴びたことないし。え、あんただって似たようなもんじゃない。ジャンボタネシの匂いがしてるわよ。すっごいひどっ。殺されてんだろ、明らかに。とにかくそうだよな。一度も模擬刀を手にしていないということは、つまり模擬刀を使ったのは犯人の方だったのだな。そうですね。だとすると、その模擬刀の鞘に包丁で傷をつけたのって、あいつの鞘かになるね。あいつのさん、彼女が包丁を。だけどさ、確か最初に襲いかかったのって、はじめに包丁を持った人物が襲いかかり、はい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 、そのとっさの防御として模擬刀が使われたんだ。前園さんが襲いかかったんですね。最初に襲いかかったのも前園さん、うんうんうん、これで分かったでしょ。彼女は単なる被害者じゃなかった。加害者側の人間だったん。被害者どころか、まるで自らが殺人を行おうとしていたようだな。そうですね。あいつは厨房から包丁を持ち出し、そして自分が泊まる部屋に犯人を招き入れている。男子はイチコロですもんね、あんな。先に包丁で攻撃を仕掛けたのもあいつなのだとすると、確かにむしろ加害者のような行動だ。はい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 。そういえば苗木くんに部屋の交換を教えたのは、苗木お前利用されてるっぽいぞ。もしかすると彼女が苗木くんに部屋の交換を申し出たのは
苗木くんに自分の罪をなすりつけるため。おいおい、利用されてるぞ苗木誠かもしれませんわね。マイゾノさんは奥に。おうおう、最初近づいてきたのもですが、そう考えればそういうネームプレートの件もしっくりきますわ。最初から標的にした人物を自分が泊まる苗木くんの部屋に呼び寄せたかった。その部屋で殺人を犯すことによって、ね、疑惑を苗木くんに向けようとしたのです。はいはいはい、まあでも苗木くんにはバレそうだけどな。そのためには部屋の交換を伏せたまま標的を呼び出さなければならなかった。はいはい、標的に部屋の交換がバレてしまえば間違いなく怪しまれてしまいますからね。そうですね。そのためにネームプレートを交換したっていうか。ですが、その計画は危険すぎやしませんかね。おお、どうしてだ。たとえ標的を殺すことに成功しても。ああ、そうだよね。そう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 。苗木、苗木、もしかしてもお前も殺されるかもしれなかったぞ。ああ。すいません、そういうことじゃなかったです。前園もそう思っていたからこそ。部屋の交換相手に苗木を選んだんだね。いつまでも味方でいてくれって言われてたしな。それに彼女は超高校級のアイドルよ。はいはい、冴えない苗木と国民的アイドルの前園の主張普通ならどちらの主張を信じるか。アイドルですね。では彼女はそのことも計算に入れて。マジかよ、埋められてるぞ苗木誠。そんな彼女の計画も失敗に終わった。帰り討ちにあった包丁で襲いかかった際、ね、彼女は模擬刀の反撃を受けてしまい、はいはい、そこで右手首を骨折し包丁を落としてしまったのでしょう。うんうんうん、そして標的であったはずの人物によって逆に殺されてしまった。模擬刀でか。あ、ちちちち、すうわ、はあ、包丁で刺されてたわ。待って、待ってさ。ねえねえ、なんだか議論が脱線してない。ありがとうございます。そんなセピア色のお話なんかよりもさセピア色言われた。早く黒を決めちゃわないと時間切れで全員を。あ、時間切れあるんですか。なんてことになったら大変でしょ。そうですね。そうだべ、まずは犯人を決めねえと。はいはい、ナイフ君、今は謎の解明に集中して。すいません、セピア色に全てが終わってしまうのよ。そうですね、認めましょう、全てが終わり。だけど犯人を決めるって言ったってどうすればいいんだよ。だって手がかりなんてもうどこにもあるじゃないの。11037みたいなやつ絶対レオンだと思うけどな。あれ、ダイイングメッセージ。ああ、一発だけ。犯人を決めろっつってもよ。うんうんうん、もう新しい手がかりがない。ありますよ、持ってますよ、ホックホクなもん。隠してありましたからね。手がかりならまだ残ってるかもしれない。前園さんが残したダイイングメッセージだよ。そうだそうだ。何つった。何は言ってない。ダイイングメッセージ前園さんの背中の壁にあったでしょ。見なかった。11037って書かれた字文字、あそこに犯人の手がかりがあるはずよ。はいはいはい、はい、その前に聞いておきたいのですが。何でしょう、セルスさん。そもそもその血文字は本当に前園さんが書いたものなんですか。あ、大丈夫ですよ、それなら指に左手の人差し指に血がついてましたからね。前園さんの左手の人差し指が血で汚れてた理由。ダイイングメッセージでしょう。その指で血文字を書いたからだ。はいはいはい、彼女はその前の争いで右手を骨折していたはずだ。それで左手で書いたのだな。うんうんうん、前園ちゃんが書いたのはいいとしてもさ、なんでしょう、その11037ってどんな意味なの。多分11037じゃないと思いますよ。その女が詳しいんじゃねえのか。プログラマーなんだろプログラマーだからって言って数字が詳しいとは全然なんだよね。どうやっても、うん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 、この数字列に意味を見出せなくて。キリギリさんが逆に書いたって、ね、だって数字じゃないもの。いやー、なんだか。あ、どうした。いえ、数字じゃないと思って見てみますと。そうね、そうね、最初の文字って11ではなくて N だね、 N。 見えませんかね。本当だ、中央の線がかすれてるせいで11だと思ってたけど。ありますね、これって N とも読めるね。
おお、珍しくまともなこと言ったな。珍しく灰色の脳細胞が冴えております、ね、いいのかそれで。だ、最初の文字が N だとしてもだ、 N037 ではまだ意味が通らんぞ。はいはい、クソ、ダメだ、わからないよ。時計回りにひっくり返すのよ。さあ、時計回りに、そうか、もしかしてここに書かれてるのって。そうだ、ここに書いてるのは犯人の名前だったんだよ。しょっぴかれるな、一発だな。犯人の名前、誰よ、誰の名前が書いてあるの。しょっぴかれるぞ。さあ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 、あ、え、あ、これ指定していいのね。あ、もうもうこれはもう一発でしょっぴいてもらいましょうか。さあレオン君、これが僕の答えだ。謎を解く鍵は時計回りの回転にあったんだ。このダイイングメッセージを時計回りに180度回転させてみると、レオンですね、 LEON って文字が見えてくるんだよ。はいはい、桑田君の名前だよね。な、何言ってんだよ。たまたまだって、たまたまでこんなん書けるか。たまたま、そう見えただけだって。偶然の産物だっつーの。いいや、偶然なんかじゃない。おー、言ってやれキリキリさん。彼女は壁にもたれかかった体勢で、はい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 、背後の壁にメッセージを書いた。おそらく、うん、手だけを背中の後ろに回した後ろ手の状態でメッセージを書いたんでしょう。そうですね、そんな体勢で書いてしまったせいで180度回転して180度ひっくり返った形になってしまったのよ。実際に自分で試してみるといいわ。その状態で後で書いてみようかな。レオンって後ろ手に、なの、ただのこじつけじゃねえか。おー、どうしたレオン、適当なこと言うんじゃねえって。焦り始めたな。あなたが犯人じゃないならどうしてあなたが証拠を処分しようとしたの。おっと、苗木君、あなただって知っているはずよ。桑田君が処分しようとした証拠のこと。 T シャツの袖だべ。どれだどれだどれだ、あった、もう一回す、これだ。それって焼却炉の前に落ちた。ていうかキリギリさん、キリギリさん全部知っとるやん。犯人は舞園さんを刺し殺した際に帰り血を浴びたんでしょうね。その帰り血を浴びたワイシャツを処分するためにそれを焼却炉に放り込んだのよ、はいはい、その際に燃えかすを残してしまったのですね。きっと犯人も気づいていなかったはずよ。そうだよね、慌てるもんね。気づいていたらもっと慌てているはずだもの。そうよね、すごい名指しするよ。そのワイシャツだけで桑田レオンを犯人だと断定できるのか、うんうん、袖口が白いワイシャツを着てる人は桑田君以外にもたくさんいるもんね。そうだな、赤くれ、そうだな、そうだ、ワイシャツを着てるやつなんて俺以外にもいるんだ。そんな燃えかすだけじゃ誰の文化なんて分かるはずねえだろ。いやあ、結合してしまってたんだよな。どうやら見えてきたみたいね、すべての謎の答え。はいはい、なんとなくだけど犯人が処分し損なったワイシャツを燃やす、ここから犯人を割り出すために銃撃するのはその証拠の処分した場所じゃないですか。そのワイシャツを処分した場所、そこに注目すれば犯人を割り出せるはずだよ。あ、違った、あー違った。はい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 、処分、あ、処分の方法か。そのワイシャツを処分した、まあトラッシュルームで処分したのは別に問題ないか。そこに注目すれば犯人を割り出せるはずだよ。はい、そうか、なるほど、俺には分かったぞ。何が？トラッシュルームの鉄格子を開けなきゃ焼却炉には近づけねえし、うん、あの焼却炉のスイッチも押せねえはずだよな。そうですね。そんでそのトラッシュルームの鍵は、あ、何？掃除当番が持ってんだよな。山田に罪なすりつけようとしてんの？犯人は掃除当番ってことになるよな。え、でも焦るやん急に。
いや、そうじゃない。掃除当番以外でもあの仕掛けより証拠を隠滅する方法はあったはずだ。そしてその方法こそが桑田君が犯人だということを示してるんだ。